せーの、ニコナイト。違う、ゼロトーク。あ、ゼロトーク、ゼロトーク、ゼロトーク。はい、やってました。やってきましたね。いやテンション高いな。テンション高い。テンション高いな。まあ、なぜかというと、ね、店ちょっと、店じゃねえや。スタジオ早く入って飲んでるという。びっくりした。俺たち、疲れたかな。疲れたね。疲れたね。でかいだろ。でかい。やる気です。じゃあもう一回乾杯しましょう。もう一回乾杯しようか、じゃあ。やりましょう。行きますか、じゃあ。水もらっていいですか。じゃあ、はい、じゃあワイルドに。このまま？いや、このままだよ、たまには。長くね。うん、そう。はいはいはい。まだ、まだ、お兄ちゃん。イェーイ！イェーイ！乾杯！しかもなんかちょっと暗い、暗いっすね。わかる。その気持ちわかる。ちょっとね、お兄ちゃん、お兄ちゃんがちょっと、なんかちょっと暗いね。おかしなことになってるからね。確かに確かに。ほら、あ、いいね、光がいいね、光が。あ、光ください、僕のボツボツ映らんようにして。ボツ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 映らんようにして。これ、KP、KP って何だろう。何やろ。乾杯。あ、乾杯、イエーイ、乾杯。乾杯、乾杯、乾杯、乾杯。なにえ、グイグイ、グイグイ、グイグイ、飲むけど。違うな、ずれてる、ずれてる。やばいやばい。よし、やばいよ。よし、行こう、行こう、行こう。まあ、ちょっと前回ね。はいはい。前回、なんかあったっけ前回どうだったっけ前回、あれ、幼馴染みを押すと。そう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 。すごい、なんかね。あれ、反響良かったんですよ。めっちゃコメント多かったしね。あれ、まだ入って半年ぐらい。うん、確かに。2人だけど、良かったね。すごい良かった。扇と真。扇と真。良かった。なんとかなった、あの回は。あの回は。あのね、今回の回はね、うまくできる自信がない。ないね。ないんだよね。今回のゲストがあまりにも多分喋らないだろうと思われる2人なんで。確かに確かに。大丈夫かな。行っちゃうじゃん。行っちゃう。行っちゃう。やっぱやめようよ。もう呼びたくねえもん。ちょっとやめようよ。この3人好きだって言ってくれてありがとうございます。うん、なんですけども、このゲスト2人を呼んだら僕ら3人くすむという。そうそうそう。うん、引き立て役になるっていうね。引き立てになってます。間違いないもん。何してんのあんた。ハルトさん、昨日と服が。ええ違うんです3枚ぐらい持ってるから3枚同じ服持ってる3枚ぐらい持ってるからゲストゲストゲストはいじゃあ本日のゲストなんだよ早く来いよ、ゆずきかぼうさんのみつきくんでーすよいしょ早く来いよ来いよ早くおいいつ来るの今でしょあれみつき違うよあれおじゲストみつきが僕の横だ。みつきこっちだ。あれ？はいじゃあ、これみつきだって。これでいいですよ。これでいいよ。はい行きましょう。えずらがいいね。イケメンしかいねえ。イケメンしかいねえ。イケメンか分足しかいねえ。はいよ。あ、恒例のお土産ですか？お土産？来ましたね。お。万引きしたの？万引きしたの？万引きしたでしょ？買ってきましたの？電話するよ。え？なんか電話してんの？何？もうよくわかんねえやん。イカはいらん。イカいらん。イカ。わし肉がいい。肉。いやいや、投げてる。ゲストはみんな肉持ってこい。肉がない。じゃあちょっとお酒ついてもらってじゃあ。はい。お願いします。あ、でもゲストあげないからね。みつきいつも通り、いつも通り。みつきぐい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 飲むけど、ぐい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 飲めるけど。もういいよ、お前ら早く帰れ。顔かっこいいから、もう終わりだ。終わりは顔だけ。はい、じゃあ、なんで二人は今日集まってくれたんですか。はい。終わり。乾杯しようじゃん、みんな。せーの、せーの、やって乾杯しよう。あ、せーの。せーの。顔だ
ーストでーす。イエーイ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 、乾杯。じゃあ、乾杯。顔だけじゃん。挑戦。うぜぇ。今日のお兄ちゃんうぜぇ。顔だけだよ、顔だけ。まあ、プロ意識大事なので、はい、いや、顔だけって言ってもね、いや、中身があるんですよ、きっと、ね、今日はそれについてちょっとギリギリなトークをね、はいはい、ちょっと攻めていこうかな。行きましょう、行きましょう。顔だけなの？中身しかないですよ。いつ飲むの？今でしょ。かぶってるから。ぐいぐい参ってんな、お前。ぐいぐい言ってるな、ほんと。ちょっとじゃあ今回あの顔だけホストということでね、はいはい、ちょっと画面の方にもちょっといじりました、結構。はい、やってもらいました。そう、あのゼロトーク、アメトークの完全パクリです。はい、で、結構次回からちょっとまた新しい分野を取り入れて、はい、やっていきたいと思います。やっていきましょう。ゴーゴー期待ということで、うい、はい。ただあの1カメください、1カメ1カメのアップで。何やってんのあんた。何やってんの、何やってんのあんた。酔っ払ってんじゃねえよ。そんな大輝の大輝の決め顔まで3、2、1。じゃないよ。はい、ありがとうございます。いやー素晴らしい。いやー面白いわ。面白いね。今日は波乱の予感がするじゃん。波乱の予感がするじゃん。あのグダグダになる可能性大だね。だって画面消えるからね。ちょっと早く行けよ。そうだ。じゃあとりあえずまあでも初めての方もいるんでね。うん、ただじゃあその自己紹介。はいはいはい。自己紹介お願いいたします。じゃあ柚木官房さんから。はい、カメラですか。そこ、そうだ、まず、ま、正面正面。ゼロ歴2年6ヶ月。結構いるね。長いね。官房さんに紹介した柚木です。自分で言った。イエーイイエーイ、ナルシストホスト、イエイ。はい、じゃあ続いて、じゃあ、みつき。はい、ゼロ歴は来月1年ですね。立花みつきです。おお、はい、はい、はい、やっぱ顔だけ。はい、結局みんなイケメンとかどう？まーった。いやでもこれ初めてですよ、今まで。はい、そうだ。いつもごめんね。いつもごめん。イケメン5なんで。あ、イケメン5だった。イケメン5だったって言わなくていいよ。最低オチがなかった。はいはい。じゃあちょっと、じゃあ質問していくんで。はい、行きましょう。じゃあまずゼロに入った理由、うん、ちょっと聞きたいね。なんで、じゃあゆずきから。なんでゼロ入った？僕は怪しい人に、うん、お前のあれ、あれ、あれか。知らんやん。言っていいよ、言っていいよ。怪しい人やね、怪しい人。そういうの欲しがってるから、みんな。欲しがってる。僕は怪しい、ちょっとうん。なんか怪しい。うん。言っちゃっていい。おっさんだ、おっさん。B さんのおっさんに。うん。B さんのおっさん。B さん入ったおっさんに捕まって。うわ、どこで、どこで。え、いいんすか。うん。まあ、パチンコ屋なんですけど。そう。パチンコ屋で。あれ、面白いよ。声かけられて。あ、なるほどね。パチ屋でスカウトされたホスト初めてだよ。いわゆるパチンコの中でもイケメンだと思った。そうですよ。おー、落ちは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 。イケメンホストだけにパチンコの中でもイケメンっていう。落ちねえな、落ちねえな。ゲイ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 ロブケのゲイ。いやいや、これマジで危ない、これ危ない、危ない、危ないね。お兄ちゃんは危ないわ、今。危ないね。うん、危ない、危ない。はい。そうね。お父さんにね。そう、お父さんに、キャッチされて、キャッチ、スカウトされてね。ちょうだい、コメント。ゼログループの、執行部。執行部。通称、西城秀樹。通称、西城秀樹。またの名を、郷ひろみへ。なるほどね。お父さんがスカウトしてくれたと。で、お前ら食ってる場合じゃないから。じゃあ、あれは、みつき。はい。どう、はい、ゼロに入った理由。そうですね。まあ、すごいいいお店だって評判を聞いて、自分から来ました。おお、はいはいはい。なるほどね。実際、まあ、退任とかしてから、おお、やっぱり、素晴らしかったですね。何で、何で、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしかった、誰が素晴らしかった。え、誰が素晴らしかった。誰が、うん、
そうですね、まあ、面接してもらった人はすごいよく誰面接誰誰誰誰誰そこが欲しいんだよこう、黒目の黒目の黒目の井上さんそうですねあやっぱり井上さんやっぱりやっぱり井上さん井上さんはい、すごいよくてで、アンクさんとも話したんですけど素晴らしいわ、この店のあれがすごいすっごくて入りました、うん、目舐めついてで、それからそれからそれからそれか、いえ、お前ら本当に顔だけ合ったらな、早くせえや。食べろよ、食べろよ。食べろよ。出てこいや。出てこいや。まあ、なるほどね。はいはい。まあ、盛り上がんねえな、本当におい。はいはい。じゃあ続いて、じゃあゼロに入って、うん、もう長いからね、うん、楽しかった思い出もいっぱいあるだろうと。ありそう。尺取りすぎだろ。いいですか、じゃあ行こうよ行こうよ思い出ですか思い出うん先生どうすかせ、あー声張って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 生放送あの変な汗かいてきた俺今日は本当にダメな放送になりそうだはいはいでも顔だけで十分だよまあそうっすねねなんか顔だけ顔が隠れみたいなもう MC のあの分かったヒー君の伸ばせよ伸ばせよ無駄という伸ばせよ君たちあ、分かった今日4号ホストでしょイエーイイエーイグ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 イ飲むけど今日はお兄ちゃん拾わね今日は拾わない拾わね拾わないね拾わね全然誰も拾わないね拾ってもめんどくせえもやべゴール見えねえこれどうしようじゃあ、はいはいはいまあ海外旅行海外旅行がすごいそうだね、うち年に1回、2回ぐらい2回ぐらい行くね2回ぐらい海外行くからね好きだうちうん、儲かってますから儲かってる、儲かってるお金で買えないと違うんで、ゼロにはなるほどね頑張るよ、稼ぐよお店も綺麗だよえ、セブ、え、海外旅行、セブ島行ってねうんそこで、ゆうやさんにスカウトされたんだけどそうです現地の人で向こうのパチンコでね向こうのパチンコであれかセブ島がはいはいあなるほどじゃあみつき、はい、楽しかった思い出なんすかね食べないであれですねやっぱり河口湖とかの川口湖ファンは多いねいや楽しいもん楽しい楽しいみんなでこう飯食うのやっぱ最高っすねお前飯好きだもんね一つ一つ屋根の下でねそうですね飲み明かして飯食っても最高っすねうまいじゃんねアウチャーみたいなねアウチャー言うわアウチャーいや、ちげえなはいはいちげえなそうかそうかはいじゃあ続いてじゃあ好きな女性のタイプあこれ結構長いからね尺取るからねうん女の話女の話でこれ結構ね待ってるよ欲しがってる欲してるよ多分そうやっぱ顔かっこいいっていうのはみんな認めてくれてるわけであってそうそうお前らの女のタイプは気になりますよそうそうはいはいみつきかわいい顔だけじゃないぞっていうところをね見してやれやみつきみつき切れてる切れてる画面切れてる画面お金があるのかどう女性のタイプまあ心が広い子ですからねああそれとちょっとガチなんですけどガチだね言うのもかっこいいねガチ気味だねそれは心が広いそしてそしてそして体のまだある人からのスレンダーああスレンダースレンダーはいはいはいからのからのもう一個欲しいなまあ身長高い方がいいですね身長高い人とかけましてはい身長高い人かけましてはいいつ飲むと溶けます？いつ飲むと溶けます？三三二一一あよ。今でしょ。グイ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 飲むけどグイグイあいグイグイ飲めるけど。グダグダ。じゃあ続いてじゃあミッキー。はい。どう？じゃあ。はい。女性のタイプです。あんまなんかそういう話したことないんじゃない？ないですね。ないね、前なんかアクセの話とかあんまそうじゃんしたらなんかくださいじゃんアクセか飯かしかないそうだろ、お前の話は好きな飯のタイプです好きな飯のタイプいやいや、全然ジャンル違うで、誰どういう子がタイプなの顔ですか中身ですかそれは全部トータルでいいですか中身はすごい気が使える子がすごい好きであと変わってる子ですか
すごい。まあ同じこと言ったのかな、ちょっと本当になんか普通だとちょっとつまんなくて、なんか少しやっぱり変わってる方が飽きないかなっていうか、すごい楽しいなって。確かになるほどね、はい、そうっすね。なるほどね、変わってる方が、はい、不思議ちゃう、不思議ちゃう、はい、すごい好きっすね。なるほどね、はい。でも今日まさかのね、2人 G ジャン揃ってるからあの、かぶった不思議ちゃん不思議ちゃんかの、すぎちゃんかぶったかぶった。だってまず、食べてるしかないもん、だってさっきから食べてるかなんか、自由人か自由人、自由人どうするあの、今日はね、やばいね、本当にどうする。今日やばいね、今日やばいね、ほんと攻撃もあるよ。じゃあ続いていきます、質問あんたどこ行くどこ行くのあんたどこ行くどこ行くの、あんたどこ行くじゃあ、行きますよ、続いて、じゃあ、好きな女性の単位はい好きな女性の単位何それ、好きな女性の単位ってよくわかんねえな、好きな、あれだよ、あの、3文字のやつ、単位、単位、あ、単位、単位、単位ですね、 S、E、X 俺、壊れてくるんだけどな、どうちなみにあの前々回の放送ではあのリオンが69ってずっと言ってた。いやいやいや、リオン言ってたね、69ね、言ってたしさ、69いいっすね、結構ギリギリ行くからね、ギリギリ。ちなみに僕誕生日9月6日っすよ。9月6日お前反対向いてんじゃん、すげえ女の子好きじゃないじゃん、逆マビでしょ。はいはい、次なるほどね、どういうのがいいの、みつき、どういうのミツキは、はい、ちょっと盛り上がってるから、そうするとこの番組壊していくぞ僕行くぞ、本当にちょっとね、困ってきた俺も、はい、行くぞ行くぞ、タイですね、タイ、タイ、ストレートにタイじゃん、タイ、タイ任せるよ、言い方も任せるよ、いやいやいや、いや俺バックですね結構ストレートじゃない、バックね、すごいすごい、バックね、バックですね、尻がお尻フェチなんですよ。あ、そうそうなんですよ、お尻フェチ、すごい尻フェチ、そのとおり。なんでお尻のどうとこがいい、いや、そのなんつですか、説明しろ手使う飲まなくて置いてない、手を使って説明しろあ、じゃあちょっとあんちゃんもちょっとなんでわしのケツなんなんですか、丸みっていうか丸みこの、わかります、ライン全然わかんない、そっから見える夜景でしょ、結局なんかこの背中からのこのラインがすごく好きです、わかるわかるね、いいイメージで言ったらスカイツリーからこう望遠鏡を見るみたいな、うん、まあそうだね、よくわかんねえけどわかりづらい、なるほどな、お前はケツが好きだと、なるほどなるほど、そう遊びじゃねえんだよ、遊びじゃねえんだよ、ちょいちょい行くからね、じゃあ続いて、じゃあゆずき、ゆずきは僕ですか、うん、僕なんすかね、これっすかね松葉みたいなやつ、チョキとチョキ、ダブルピースっすあれ滑りました、何これ、あのじゃあ滑った、あのじゃあ、あの2回目にダブルピースを見てやったこれもしこれっすか、さあさあリリー1位じゃあよ、かっこいい、うわーチャラチャラチャラくせえぜなんかほんとムカついてきたわかっこいいっていいんだよ、チャラいぜ、あのダブルピースって腹立つな、言い方もかっこいいよ、ほんと彼女のイケメン、マジ顔だけ、ほんとだよ、イケメン、マジ顔だけだろほら、けど嬉しいじゃん、ほらそんなトーンで言われたらドキドキします、あいいね、こういうトーン、でもあのビートたけし風に言ってるけど、どうなのね、うん、どうだよ、顔だけのことダブルピースあー、グイ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 、ちょっともう一回やってよ、はい、行きましょう、サクサク行きましょう、サクサク行こう、じゃあ続いて、ここ結構重要だから、はい、重要、あ、はい、まあゼロに入って良かったベスト3、うん、ゼロに入って良かった良かった、まあいいところベスト3、うん、はいはい、ベスト3、ミツキいっちゃう、じゃあミツキが、じゃあそれはもう店のことで何でも、そう、いいとこ、あ、良かったな、トータルだよ、トータル、あ、そうじゃない、怒ってるよ、ごめんなさい、それじゃないんだよ、すいません、じゃあベスト3 いじめよう、じゃあミツキ、はい、そうですね、うん、まず、あのゼロの人間性がすごく、あの従業員の、あそれがすっごい好きで、うん、それ、本当それが、そうですね、それがあって、あるからこそゼロがついてるみたいなもんですよ、人間関係ね、人間関係、本当にみんな腕の下もすっごい仲いいんで、そこやっぱ重視してるからね、中は特に、はい、大事大事、はい、はい、あとつまんねちょっと真面目すぎ、早くせえ、なんか、あと2個、あと2個、あと2個、うん、じゃあ、
ベスト2、うん、そうですね、ゼロに入ってから、うん、自分の成果が出たんですよ。なるほど、今まで誰のおかげ、ダメだったもんな。ダメでしたね、前他の店行ってちょっとあんまり良くなかった。ダメでしたね、本当にけどもうゼロに入ってパープしたね、そうそう、レベルアップしたね。みんなの支えがあるからおぉ思います。おぉ、はい、仲間じゃん。仲間です仲間よ。だから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 、うん、だからそうですね、こんなゼロが大好きです。おぉあーいいよで、お酒を、はい、あーいいよ、お酒を、はい、いつ飲むの、いつ飲むの。今でしょ。はい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 、はい、早く早く恩返ししてください。恩返ししてください。あります。じゃあベスト1いこうか。じゃあ、じゃあゆずきに1いってもらうか。じゃあ、うんうん、やっぱね、長いから、俺より長いからね。そうね、長いからでもこの中で2番目長い。いやもうお兄ちゃんって言っていいんすかね、それ。うん、いいよ、全然。あれよ、今自分が今までこう経験してたことをね、誰がゆずきを大事にしたのか。言わしたいだけ。言わしたいだけじゃん。誰が、そうそう、誰、そうそう、言った方がいいよ。でも本当っすか。うん、言った方がいい。全然いいよ、言って。うんと、うん、本当に自分より上の方がすごい面倒見が良くて。お、誰、特に誰、特に誰。まあ、お兄ちゃんですけど。お兄ちゃん、ああお兄ちゃんすごいよくしてもらって、まあ確かにね、はい、あのめっちゃあのいいね。いや、ああ見てて羨ましい。まあお兄ちゃんいなかったらここに僕はいないみたいな。ああそんぐらいの、嬉しい。うんうん、じゃねえよお前は。嬉しいね。そんぐらいの、嬉しいながら、嬉しいね。でもそういう会話ちょっとあの後でやってます。ちょっとですね。あでも関係性がねすごいできてるから。すごい関係性。あの一回裏切りそうになったけどね。そうね、一回ゆずきはね、あの裏切りそうになったことがあって、違う違う違う、あちょっと俺も、あのアンジュソーシャーリーと下にライバーなかったら今俺いないんで、おお一生ついていくんだよ。おちょっと長引いたぞ。でもこういう話って結構ね、友情なんかね、仲間の意識だよね。そうだね、じゃあ友情の意識ということで、お兄ちゃん弟の関係でじゃあチューしてもらってもらって、ほっぺにチューみたいな。いや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 、僕は見たくないな。早く次進んでほしいわ。なるほど、はい、いやなるほど。で結構尺取ったな。尺取ってんすよ。じゃあちょっと一旦 CM の方行って、お願いします。あの下の子アンケート、はい、面白いか。じゃあ一旦 CM どうぞ。海外進出巨大プロジェクト、パイオニアの中のさらにパイオニア。そうだね、俺がその顔で先駆者というかパイオニア、ベストオブパイオニア。何やるんですかね、パイオニア。ゆうつきグループだからこそできるスペシャル企画、なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント。ええ、リュさんのポケットマネーから。いやいや、それやないから。はい、ありがとうございました。おい、じゃあちょっといじる、コメントの方。はいはい、じゃあコメントいじりー、イエーイ。あれは下の番のアンケートじゃないの。先にコメントいこうか。だってあのコメントいじるってことは戦略だって、はいはいはい、アクセス上げるために。なるほどね。あとね、まず気になったのはね、やっぱ顔だけなんだけども他にいいとこあんのかと、うん、それをちょっと言ってあげて、言ってください、うん、どう、いいとこあんの、お前ら。握力、握力ないない、いいとこない。この質問して何も出てこないしね、こっちらに他にいいとこはね。顔だけだわ。顔だけ、うん、いいや。で、で、あら、ね、あとね、どれがいいかな。顔だけで十分だよっていうね、優しいが多いんですけども、うん、優しい、なんだ、あとね、俺もホストやりたいってこう言ってくれた今ことがあって、やっぱこういうの見るとこう一緒にやりたいなとか思ってくれるんじゃないですかね。確かに、うん、そ
あのね、ちょっとたまにちょっとね、セックスの話ちょっとよあんま良くなかったかなと。あの、初心者でも、うん、売れます。はい、売れます。売らせます。そうだね。売らせます。そうだね、売らせる自信あるよね。自信しかないです。2秒でノンピーだから。うわ2秒でね。あのね、基本的に今回のコメディきついね。顔だけっていう。そうね。かっこいいかっこいいが多くて。で、やっぱ男の子見てくれてるのね、うん。ちょっと、お前ら話しねえな。おい。なんやねんこれ。何もないっすね。なんやねん。かっけえしかねえじゃねえかよ。面白くねえな。ねえ、かっこいい多いよね。なんかないの？あ、じゃあちょっと待って、自分がブサイクだと思った瞬間教えてよ。あー。ブサイク。いい顔かっこいい、顔かっこいいって言われてるけども、実は俺ダセーなと、なんか、あ、ちょっとブサイクなことやっちゃったみたいな、こういうとこダセーなんで。ちなみに先週はお前うんこしててもかっこよかったから。あ、ほんと先週うんこしてる時の写真見せて出してるから、それでもかっこよかった。かっこよかった、うん、あれ俺もちょっと惚れた。かっこ悪い。ゆずきがじゃあ、かっこ悪かったことをして。かっこ悪いことですか。うん、かっこ悪いこと、うん、いや、うんこかっこよかった。うんこしてもね、うん、やっぱりつまんねえから、はい、次行こう。はい、次、みつき、かっこよかったことですか。かっこ悪かった。かっこ悪かった。そうっすね、うん、なんか電車で、めっちゃ寝るっすよ、俺。電車で寝てる時、電車とか結構見たことあると思うんですけど、うん、人それぞれじゃないですか、寝方って、うん、めっちゃ上向いてくしゃみ寝ちゃうんですよ、うん、その瞬間っすから。はい、どんまい。はい、次行きましょう。はい、はよ。ちょっと、超つまんねえよ。超つまんねえよ、こいつら。おい、やべえ、やばい、やばい、みつき、いいよ。いや、みつき、買い取りがある。はい、じゃあここで、じゃあ、まあコメントで聞きたい、もなんかもっと攻めたい方はコメントしてください。はいはい、コメントカモン、うん、なんでもいい、尺取るんで。コメント行こう行こう。じゃあコメント欲しい。おー、恒例の、はいはい、下の子アンケート。下の子アンケート、イエイイエイ。はいはい、みつきさんに質問です。はい、あ、違う、間違った、僕じゃない。めっちゃいいですよ。あ、チーフ。チーフちゃうわ、チーフちゃうわ。質問です。はい、はい、そうです。はい、みつきさんに質問です。はい、は肌が白いのは、はい、秋田小町を食べてるからと言われてますが、うん、実際ラーメンしか食べてないですよね。なんでそんなに白いんですかと。あー、そういうことですね。なんだ、顔が白いか。そうっすね、やっぱりあっち秋田とか、そっちの東北、自分は秋田なんですけど、東北の方って、おぉ、すっごいなんかあれなんですよ。おぉ、いや、これ結構ガチだと思うんですけど。お前ファンデやろ。お前ファンデだ、どうせ。秋田小町を食うと、本当に白くなるという。これ本当っすね。秋田小町食うと、本当に白くなる。そう、みんな白いっすよ。だから、周りの友達みんな白いっすか。それ、あれじゃねえ、光のあれ。いやいや、太陽のあれ。反射じゃないの、反射。反射で、そう。いや、そんな曇っててもめっちゃ白いっすよ。だからファンデでいいよ。大体ファンデ、ファンデ塗れや。ユーザーで実験するじゃん。そういう実験。ちょっと悪意があったね。ユーザー呼ぶ。おはよう。はいはいはい。じゃあもう一件、はい、みつきに質問です。あ、もう一回みつき、はい、胃袋でかいんじゃないですか。単なる、まあ、結構大食いなんでね。そうっすね、食うね、めっちゃ食うし、はい、うん、そうっすね。こいつは食うな。勝手にカップラーメンランキングもつけたりする。大食いのね。そうっすね、ブログでしょ、すごいつまんなくもある。あ、マジで、つまんないしか言うてない。ほら、今日は行くのやめますって入ってるからね。なんでやねん。今日は本当に食いや。なんでやねん。なんでやねん。下がってこい。なんて日だ。あ、いや、実際どうなん、胃袋なんかすごいよ、なんかやってたとか。胃袋を鍛えたこと。胃袋鍛えたっていうか、中高ってめちゃくちゃ飯が出るんですよ。うちのばあちゃんが、うん、めっちゃもう帰ってきてもすっごい丼でもう3倍ぐらいと飯食ってたんで。おい、そっからっすね、胃袋が出たの。なるほどね。小学校の時そんな食えなかったんですけど。まあ今でもすまんねえな。お前の胃袋の話ええわ。帰ろっかな。いやいや、なんですか、そんな。要するにワンパック構造だったから、はい、そういうとこなんね。そうですね。なるほどね。なるほど。今普通の人よりでかいです。はい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 。はい、じゃあ次行きましょう。ゆずきがもうさん。はい、質問です。あなたのファッションセンスは誰から学んだんですか。売れる秘訣はファッションだと言ってましたよね。笑い。そうです。僕、うん、新人の頃は、うん、飯も食わずに服を買ってましたね。
お、ああそれは聞いたことある。ファッションリーダー、お前ファッションリーダー。そんぐらいのもうある意味ファッションリーダー。ある意味。いやいや本当の真のファッションリーダーね。やめろ。あれ？やめろ。ファッションの話、ファッションの話をしたらその話やめろ。そう、もっと言った方がいいよ。ほら宣戦布告しようよ。ちょっと。え？ファッションモンスター同士。真珠さんって誰？真珠さんって誰？真珠さん。あ、誰も真珠さん。真珠さん。真珠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 。でもあれ、ゆずき給料日の次の日に給料なかったって聞き合ったもんね。次の日全部服買っちゃいましたみたいなってもね。給料ないですけど、僕は。まあええわ。こいつら盛り上がんねえな。ないな。なんかないのあんたらこう、こう行くぜみたいな、あれは。行くぜじゃない。アップ行こうか。なんでお前片付けついてるの。じゃあ続いて、じゃあ続いてゆずきかんぼさん質問です。はい。まあムードメーカー、お店の中でもね最近また。あの役職官房さんになって、はいはい、ムードメーカーは、まあ、一段さらにね上がってきたところで、あの超あの最近入ったところから質問で、どうやったらその面白くなれるんですかと。面白いかと。いや、なんか自分で勉強したいとか、うん、なんすかね。そうそうそう、結構みんな意見が多くて、それでもやっぱぶっちゃけ店だとゆずきかなり面白いからな。え、てか違いますね、変わりますね、うん、変わるね、全然変わる。伝説のハイランプリプリというネタがあるから。いいっすね。それはいいっすよ。そう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 。お、顔だけでもね。お店に来てくれたらこう、あのやってくれると思うんだけど、すげえ面白い。僕が面白いっていうことは、そんな面白い。ちょっとアドバイス的にちょっと言ってみてよ。なんかやってるのって、アンケートとか。なんすか、いやでも上の人の真似もしますけど。いや、真似うまいね。テンションの上げ具合とか。ああ、いやでもこの自分なりのなんか AB 型なんで、うん、まあ AB 型なの、 AB 型なんで、 AB だよ。結構コロコロ変わるんですよね。うん、そういうテンションの部分で。真面目な AB コメントかも。真面目な時もそうです。真面目な時、はい、なるほどね。色々、うん、はい、じゃあ、あの、あえて、まあちょっといいですか。みつきとゆずきのアップが欲しいよ。すごい書いてるんですけど、アップ欲しいらしいですよ。顔だけなんで。やばいやばい。じゃあ、あのアップ、アップ、アップ。お前テンションマックスいけ、テンションマックス。アップしてるから。結構綺麗に見える。じゃあ3カメの方、じゃあ、うわーかっこいい。こっちどっち、こっち。じゃあ、あの、じゃあみ、うわ超わかる。みつきのうわ、アップアップアップ、かっこいい決め顔まで欲しいんだね。さあさあ、リリー、いちいち、あいよ。よし、おー、テンションちょっと上げていけよ。テンション上げて、上げていきます。いや、テンションカッコつけていけよ、お前。テンション上げたバージョンもね。さあさあ、リリー、いちいち、あいよ。よっしょ。はい、行きましょう。はい、ゆずき。じゃあ、ゆずき、ゆずき官房さん、こっち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 、3カメね。ほらほら、さあさあ、リリー、いちいち、あいよ。アップアップ。いいよ。あれ、もうちょいテンション上げていくよ。もうちょい、もうちょい上げていくよ、もうちょい。これ俺の話だ。ニキビが。うるせえよ。殺す。あれ、クリエイターの話？僕たちクリエイターホストです。なるほどね。いやでもイケメンだね、アップ。アップしたみたいなイケメン。もうお互いスタイルもいいし。あの、一つだけ言っていいですか？王子がとうとうどっか行ったという。絶対いなくなった。どっか行ったという、まさかのある意味モンスターだよ、モンスター。じゃあそんな1カメで王子のアップまで、さあさあ、2、2、1、1、あいよ。1カメ。かっこいい。お、かっこいい、これは。そこからのカンナムスタイルまで、さあさあ、2、1、1、あいよ。おっぱいカンナムスタイル。いやー、滑らんわー。滑らんわー。そうですね。じゃあ、行きます。じゃあ、続いて、うん、じゃあ、MC3 人からの、うん、じゃあ、代表して、はい、じゃあ、ここは、王子が、アンケートですね。あと、出題質問、2人に対しての、まあ、でも、本当は2人ね、本当ね、イケメンって結構クールキャラに見るじゃないですか。でも、2人とも超面倒見がいい、下の子の。あ、そうだね。いや本当に
もう下の子みんなやっぱゆずきさん、みずきさんってそうね、リスペクトしてるからね、うん、本当にそれは思うんで、やっぱ本当に逆にね、俺も学びたいかなと思う。イケメンだし、でもみんななんか、うわ、ゆずきさん、みずきさんって言って、うん、ね、前ほら扇のブログにも、いやね、寮長のみつきさんは俺すごい尊敬しててみたいな、ゆずきだったら下の子ね、ゆずきさん、うん、丁寧に教えてくれるんだよみたいな、ほら、ほら、ほら、ぐだぐだつまんない、言うんだよぐだぐだ俺喋んない方がいいんだよいやー、ほんと、はい、じゃあいきますか、はい、うん、アンケートタイム、王子がかぶしてくれると思ったんだけどね、ちょっとグダグダでしたね、グダグダだったね、ちょっとグダグダでしたね、すいません、始まる前からちょっと、ね、飲んでください、アンケートするよ、MC3 人からのアンケート、はい、じゃあ、アンちゃん連発メイクのあの、3人の代表で、じゃあ時間の方がおっしゃったから、あ、ほんと、うん、じゃあね、やっぱ顔だからね、うん、ああやべ、ちょっと考え、飛んじゃったよ、考えたやつ、うん、お前らが面白くないから飛んじゃったんだよお前らフォローするために飛んだんだあーどうすかな、ほんとは、むずいなおい、顔をね、とんかつの話ですね、うん、とんかつは好きだよ、うん、顔をね、顔だけだから、じゃあ一番、お、美容に金使ってそう、うん、ああそうっすね、これは俺でしょ、うん、え、あそうっすね、美容でしょ、あ、この中で美容、美容にね、俺だよ、自分磨きをね、そう、自分磨きにお金を使ってしましょう、行ってみよう、行ってみよう、これ、はい、これ誰だろうね、もうアンケートするまでもねえけど、うんうん、いや、これはもう、いや、98.7%、なんで常にピースしてる、あんたはガチっすね、なんで常にピースしてるなるほどね、まあ、大抵ドベマンだ、決まったようなもんだけどね、これねえ、まあ、ドベマン決まったようなもん、あー、わしやドベマン、わしでよ、こういう時に今ね、アピった方がいいって言ったそう、俺こんなことやってますよ今。みつき喋ってよ。そうですね。これアンケート後にちゃんと僕ね話すこと決まってっから。うん、頑張よく。頑張よく。頑張よく確かに。そうね、あのめっちゃ行きます頑張よく。肌綺麗本当に。ゆずきはめっちゃ行くからな頑張よく。頑張よくしか行かない。お兄さんも結構金使うね。うん。俺美意識高い。美意識本当高い。美意識やばい。僕美意識ねえもん。なんか、ヒー君もちょっと中途半端ですし俺も高いよ、結構あー、もうそうかもね、僕だけないんだよ、うん、カタツリムクリーム使ってるマジでカタムツギカタムツギなんか、何それカタムツリクリームってないよねいや、これでも、早くアンケート終わってほしいんだ、これ、うん、アンケート終わって、実はっていう話をするからそう実はっていう、うん、あ、ちゃんとあるんだね、次はねうん、うん、そうそうわ、俺グレーかけましょうグレーよくないでしょよくないでしょ待ってきたなよお前なんでお前立ったえいえいちょっと今日どうしたんえ、飲んでないじゃん弱いやさやさ、そもそもやばいなはい、お願いしますはいはい、はい、第2位はい、はいありがとうございます第1位は第1位おおすげえイエーイイエーイイエーイで、3位がアンジュさんと、ユキさんが 6.6% えということはさすがジャケイエーイイエーイイエーイイエイエイオーパリラ、イエイエイエイオーイエイエイオーパリラ、イエイエイミツツゼロってあのね、合ってる合ってます、合ってるこれで本当は結構こう見た目のイメージで結構ミツキも3位ぐらいに入るかなと思ったんだけどこいつはマジ使わない本当にもう飯しか金使ってないそう、うん、これ結果通り、すごい結果通りなのこれがまあ予想通りやっぱ見てる方はね分かってんね素晴らしいですねあすごいな見たことあるんちゃうのみんな見るのありますね見るのあるね本当にすげえすげえ多分いい、ね、合ってる順番だと今までで一番多分その通りですねあその通りその通りあまあでもちょっと気になるのが答えを用意してたらあんちゃんにちょっとどういうその通り過ぎてそのまま出ちゃったわ
もうやめてくれや。滑ることさえできなかったわ。なるほどね。はいはい。じゃあどうしようか。じゃあ続いて。続いて。うんうん、時間大丈夫かな、まだ。あとね20分ないぐらい。ないか。うん、20分ないぐらい。あれな。じゃあもう一回。あ、じゃあゲストアンケートいこうか。うん、ゲストアンケート。あ、いいね。なんかください。この中で。アンケート。アンケート。じゃあ代表してゆずきに。アンケート。うん、あ、コメントください、コメント。兄ちゃん、コメントくださいしか言ってないじゃん。例えば、この中でコメント欲しいな、今日は。そうそう、誰が一番かっこいいですか、イケメンかっこいいよ。あ、いいっすね。そうとか、うん、この前やったのが、スマップでキムタクの位置は誰とか、うん、あ、わかりました。もうスマップはやめましょう、これやったから。うん、そうそう、違うの。じゃあ、あれでいいっすか。あ、じゃあ、いいよ、何嵐、うん、あ、嵐いいね。誰がどのポジション、スマップという時点で、あ、嵐って5人、あ、1、2、5人、あれ5人じゃないですか。嵐5人よ、誰が誰、嵐5人よ、嵐、うん、はい、大野松潤だ、松潤あ、松潤、あ、ちょっと、せこいな。で、この中で誰にします。あ、嵐でリーダー的な。リーダーはリーダー、大野くん。リーダーは大野くんだよね。見た目が大野くんだからね、僕は。なんか分かりづらいな。ちょっとむずいな。ちょっとむずいな。うん。関ジャニがいいっす。なんかいいのあるよ。ちょっと。なるほど、ね、お前決めろや、早く。早く決めろや。嵐でいいんじゃないですか。嵐がいい。嵐ちゃん。嵐で、ね、どのポジション？自分はポジション？そうそうそう。このポジションなら負けねえやみたいな。もう松潤だな。松本ですね。じゃあ松潤、じゃあこの中で松潤の位置、うん、うわ、誰かと。あ、いいですね。お前ニヤニヤしてんじゃねえよ。自信あんだろ。自信あってニヤニヤしてんだろ、お前。じゃあちょっとそれをお願いします。一人でやるよ。松潤に似てる人。まあ、桜井翔はね、ニュースキャスターもやってて、はいはい、ヒーローって感じだからね。うまい、うわね、うまい、うまい。ちょっと天地さんは桜井っていうので。あ、僕もひーくん、僕もひーくんは桜井だと思う。そうです。うん、待って、松潤、桜井翔で、大野くんで、あ、相葉。俺は二宮。あー、ぽい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 。あ、ぽい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 っすね。なんかいいよ。うん、でもこれ理想だね。うん、でも絶対ニュースより売れねえから、我々。我々全然ね、なんかニュースやらないから。嵐全然売れねえから。グイグイマジやった。うん、まさかのニュース入ったね。そうそうそう。え、うん、超うめえな。めっちゃうめえ。どうだろうね。誰も喋んねえ。食べてるばっか。大丈夫かおい。どうなん、食べてるばっかじゃん。ほんと、ちょっとバッチ、よかったっしょ、少しよかったっしょ。はい、出ました、お願いします。はい、え、なに、松潤。はい、第2位。だろう、あ、だろう。お前いけ、顔アップいけ、顔アップいけ。お前いっちゃいちゃい、お前いけ、はい、お前アップしとけ、アップしとけ、もうアップ普通にアップでいいよ、こいつ。第3位。はいはい、第3位が、13.0%。これを同時でお二人がしたんですけど、天地さんとアンジェさん。お前、なんか割となんか、なんか弱くない。なんか別になんか嫌な気しない。明日につきゼロじゃん。嫌な気ゼロ。おそらくゼロゼロ。じゃあ第1位が、第1位 47.9% で、ゆずき。どのよ、花より団子。なんかさ、勝ちの決まって試合面白くねえな。お、8%。あ、まあまあまあ。じゃあゆずきだけがやっぱり飛び抜けてるね。はいはいはい。まあこれゆずきのためのアンケートだもんね。そう、ゆずきを上げるためのアンケートだな。いいんじゃない。やらせみたいなもんよ。やらせみたいな。あ、できレース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 。うん、あ、八百長やろ。なるほど。じゃあちょっと、じゃあここで一旦 CM の方お願いします。はい。
見せなさい。はい、というわけで待ちました。いや、ちょっとね、楽しい時間早いなあ、すごい早い、ぐだぐだな時間早い、茶番だ、茶番茶番、茶番、茶番は早い、でも顔だけじゃないんです、本当は中身もあったんです、うん、ということで、気になる方はこちらの方へじゃあ、一人一人、ちょ、みつきがちょっとアップしてくる、はい、あれですよね、サーバーください、ドン、じゃあ、LINE コーナー作ってみたから、 LINE 番号、ID 載ってます、これかな、うん、で、顔、はい、で、顔も、はい、みつきです、言ってみつきです、はい、まあ、かっけえな、はい、はい、じゃあ、続いて、ゆずき、はい、ゆずき、ゆずきの LINE ID こちらです、はい、最後、かっこつけて顔はい、オッケーはい、じゃあ、1カメの方、お金で買えない、いや、1カメじゃなくていいやこうやってこうえ、ゆうくんも出すのいや、ちょっとね、反響見てみようと思って、うん、ちょっとチャレンジ精神、これ私なんで、うん、はい、みずき、ぐいぐい、王子、ひもはい、全然合ってないよ、よ、はい、お兄ちゃん、はい、じゃあ最後にあんちゃんの方、はい、はい、あれねえよわしはガラケーじゃん男は黙ってガラケーじゃんパカパカ、 LINE とかしたことないし今後もする気ねえ、クールポコですね、クールポコ、クールポコ、はい、じゃあ続いて、じゃあ今週のショットイエイ、イエイ、1カメをイエイ、デデン、ズズン、ちょっと熱いズズズン、あ、俺、おー、かっけー、誕生日です、お前かっけーな、誕生日、おお、これはあれですよね、そうですね、先日のみつきのね、リアル誕生日に従業員みんなでお祝いしたんですけど、先日先日ね、あ、先日だ、先日ね、なんかもうかっこいい、そうそう、いや、本当に何してもかっこいいんで、みつき、そうだね、みつきの、あの、従業員みんなからね、誕生日、みつきの誕生日やだ、で、ね、もう一枚、はい、いや、それ恥ずかしい、あれ、いや、あれ、なんだこれなんだこれわ、ゆずき、これ誰、これゆずき、僕っすよ、あ、ゆずき、はい、まあ、知ってるけどうわー、これ何これ、ちょっと本人が説明してみてよ、わ、こっち緑、緑えぐ、青のりなんですよ、これ青のり、はい、見にくいな、これあの、口の、うん、でも、声なの、あの、歯をなんか、歯でろ過するんですよ、へぇ、歯でこう、スープをろ過しておうおう、青のりだけをこう、歯に、もうよくわかんないけど、はい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 、みつきの青のり、みつきじゃない、ゆずきの青のりでは、やだ尺はいらっ、はい、なんでなんでじゃあ続いて、まあ結構あの好評のやついっちゃいます、ん、好評あれや、本日も、こちらニコ生を見たで、来てくれた初回のお客様限定で、はい、ディズニーチケット2枚、おっ、本日もプレゼントさせていただきます、突破、いやー、とっから、いやー、ほんとこれがね、すごい好評でね、前にね、あの、うん、この後すごくニコ生見てやってきました、はい、お客さんが多かったんで、あの、3回目になるんで、3回目だね、あの、これで、やっと MC さんに全員が金を払うことになります、そうっす、はいはい、次のことを、お願いしますよ、じゃあはい何や、いや、これもあの、7時から9時の間までやからね、はい、お願いします、初回の方、はい、7時から、9時まで、はい、お待ちしております、はい、待ってます、待ってます、はい、行きましょう、じゃあ続いて、はい求人案内、はい、求人案内、はい、そうですね、まあ本当にあのニコ生見たとか、うん、うちのホームページ見たとか、いろんな雑誌見たで、本当に従業員の方がですね、新しい従業員の方がどんどん入ってきてるんで、そう、入ってるね、はい、まあ本当にうちって今給料体制に含め、人間関係がすごくできてるんで、みんなでこうやってサポートして、ね、売り上げ、上げるためにみんなで、楽しく仕事してるんで、よかったら、どんどん、そうだね、川口行きたいね、川口湖、うん、川口湖も行くんで、ぜひぜひ、来てください、お待ちしてます、はい、お願いします、行こう、みんなで行こう、イエイ、うん、みんなで川口湖、みんなで行こう、肉食おう、肉食おう、うん、40万シャトーブリアだ、シャトーブリア40万いつ行くの？今でしょ
おおい、あくなんかお前芸能人っぽいな。誰ですか。はい、したらね、まあ来週ニコ、来週のニコ生のゲストなんですけど、来週ね、そういう出しはどうしてもやっぱりどうしても来週はお休みさせていただきます。そうです、申し訳ないです。楽しみにしてる方、再来週の方にいるか、このグダグダ感楽しみにしてる人。いる。いや、あんたはいるよ。大丈夫、みんな見てくれるんでね。やっぱ噂商売だからね、ちょいちょい恋にするようになってきた。うん、嬉しいね。それなら嬉しい。恋しちゃってるんです。カラオケ大会ちゃうね。カラオケ、カラオケ。まあちょっとゲストの方は違うところでまた告知の方をさせていただきたいと思うんで、はい、はい、楽しみにしてください。はい、まあちょっと時間ね、あと5分ぐらいあるから、5分ちょっとフリートーク行こうか。フリートーク、それがいいよ。トークですか。うん、フリートーク、フリートーク、あえてのね。はい、なんかある。じゃあ、あれどう、聞いてる、聞いてる、聞いてる。じゃあまあ顔だけホストじゃないよっていうそのエピソードをね、アピール欲しいね、そこは。そうそう、だってこれ見た人が本当に顔だけホストだなって多分認識してしまったよ、マジで。めっちゃギャスね。マジでやばいよ、ちょっと行ってき。あ、まあでもね、放送用だからそこは、うん、ああ、そっかそっかそっか。打ち合わせどうで。ああ、うん、いいじゃんいいじゃん。ちょっとエピソードつながったら、はい、なんかないのね。そう、嬉しい嬉しい。そうなのね。何けど、うん、顔だけじゃないね。ねえじゃねえかよ。あんぱエピソード、まあ、別に顔はあんまり褒められることないっすよ。え、そうないっす、ほんとに。あんま褒められない。実は本当に喧嘩売ってる。いや、ほんと実は実はまあ、タイプがあるからね。カッコつけた方がいいんだって。タイプがあるからね。はい、カッコつけていいよ、カッコつけ。ほんとにそうっすね。カッコつけるっていうことちゃんとできなくて、なんかこう、やっぱりやっぱりカッコつけてカッコつけてる。いや、なんかほんと、ね、ほんとに何もねえんだな。なんだろうな、アンジーイケメン。びっくりしちゃうな、ほんとに。ほんと、あれ、あ、だいたいね、俺の ID がめっちゃ限られてる。なるほどね。いいんだって。いいんすか。じゃあ続いてだ、ね、いいよ、ゆずき。皆さん、ちなみに17なんですよ。パラメーター17足りないですよ。やばい、アピールしないで。え、ID 間違ってる。ちょっと17ちょっと。え、何何、自分で言ってみて。030217。あ、0217。やっぱりすごい、みつけの ID は、ID はってみつきの ID のあれ、後ろ17足りないみたいなんで、よろしくお願いします。17。はいはい、みんな送れないんだね。なんだこれ。じゃあ続いて、ゆずき、えい、みんな声張って、うぇー、元気ですか。元気だー。元気だー。あいまー、なんでもいい、なんでもできる。いくぞ。何やりそうかー。うぇー。うん、今さ、今日のコメントね、一個ね、本当にショックだったことだって。なになに。加納英子って書かれて、多分僕だろうなと思って。現象いらないこの話。いらない。あ、あと10秒大丈夫。10秒。なんか言ってよ。そう、佐野栄子の下り10秒大丈夫。佐野栄子の下りはもういいんだ。あ、もういい。じゃあ、もういい。あと3分ある。もういいんだ。3分ある。あれはもういいやろ。そうだね。視聴者の皆様に言っときたいね。こういうコメントね、ちゃんとね、この放送後にね、ちゃんと見てね、みんなでね、これ、いや、これショックだなとかね、これ嬉しいねとかね、一応言ってるよね。そうですね。あ、じゃあ俺ちょっと一回いい。はい、お願いします。まあ先週、はい、自分の代表就任祭、あー、ありました。2日間やらせてもらって、うん、たくさんのご来店ありがとうございました。はい、まあ、今後ね、まあ、みんなを引っ張って、引っ張って引っ張って、たまには引っ張られて。ね、これまた言うの、言葉。まあここね、ゼロ本店なんで。ゼロ本店なんで。社長見てる。ゼロ本店。なに、ナマステ言うたの。最後ナマステ言うたの。すいませんっていう。まあ、まあみんなで頑張っていくんで、いいもの作って。うん、で、ご来店の方お待ちしております。お待ちしてますよ。楽しいよ。まあ来月、はい、まあ、ちょっと告知したら、まあイベントね、ホワイトデーもある。ホワイトデーイベント来月。あと大輝かな。そう、大輝のね、バースデーイベント。大輝バースデー。あるあるよ、これあるよ。あるからね。あるよ。つえの本当なんで。え、いつやるの？
今でしょ。ちょっと今日はもういいや。もうなんかね、今日はもういい。ちょっとカッコつけてろ。でもね、あのね、喋ってもなくてもね、やっぱ絵になるから。絵になる、絵になるか、うん、ほらもう、かっこいい、かっこいい、かっこいいな、お前ら。いいな、ホワイトデーは全客にディズニーチケット。これやべえよ、ノデは。ハルハル、ハルハルプイプイして。あんたらプイプイ、ハルハルプイプイ、ハルハルプイ、ハイランプリプリ、ハイランプリプリ。あ、あと1分だね、もうじゃあ。はい、最後。じゃあみんなであれやる？あの、それはいいっす。あの、恒例のやつやる？何？はい。あの、ロボットダンス。はい、いかが？それで全部好きだよ。せーの、ロボット、ロボット、ロボットね。ぐだぐだじゃねえ。ぐだぐだやん、よだぐだ。あれはね、あれ結構面白かったね、俺。このだけにヒット。なんだろう、裏でやっぱ笑ってたもん、ずっとロボットダンスしてる時。もう一回行くよ、もう一回。え、もう一回行くよ。せーの、ロボット、ロボット、やりたくない。ロボット、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 ロボットしか行ってない。やりたくねえ、これ。あー、もうあと。やりたくない。あー、楽しい時間があって、今。やだ、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 これやだね。これやだね。えー。でも男たちは負けない戦いじゃん。これからあるからね。これからっすね。せーの、ほんとなんで。あと10秒。あー。10秒。バイバイ。ロボット、バイバイ。ロボット、ロボット。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。クラブゼロの、水島アジュです。はい、クラブゼロの七瀬ハルトです。今日は、求人の方を、やらせていただきたいと思います。あの、ゼロでは、一緒に働く仲間を、募集しております。2つありますね。得点があります。入店したら得点があります。まず1つ目、寮費が、3ヶ月間無料になってます。はい、住むとこ大事ですよね。大事、長いとね、生活できませんからね。はい、で、もう1つ目、携帯代が無料、無料じゃない、携帯代が支給されます。支給ね。お仕事頑張れます。はい、じゃあ広告の方。そうですね、広告の方なんですけども、自分広報担当させてもらってるんですけども、一応まあその雑誌ですね、ポストマガジンだったりとか、ホームページだったり全部含め、年間5000万ぐらいのお金を使って皆さんの方ね、ゼログループで宣伝をしてるんで、まあ本当に入るならね、ゼロ、本店が、自分なので、間違いなく自分らが面倒を見て裏方の自信があるんで、入ってどしどしどんな質問でも答えていくんで、よろしくお願いします。お待ちしております。待ってます。待ってます。